電車乗らん。何？いや歩きだ。地図を見ちゃいけない。やばい、積んだ。お台場を横目に遠く行く。とりあえずお台場を通り過ぎるのはクリアです。スカイツリー来たー。やあみんな、今回この旅の道案内を担当する。もうさすがに3問目だから自己紹介しなくていいよな。そうだよ、俺だよ、ハンバーグだよ。今回も道案内をしていくぜ。まずは前回のおさらいから。前回彼らは神奈川から東京へ進行、海沿いに沿っていくプランで行ったが、魔の埋め立て地で散々に迷って時間を奪われた。そこで彼らは作戦変更、スカイツリーを目印に東京駅方面へ。東京駅付近到着後、再度海に出て京王線と出会うため築地豊洲方面に歩いていくのであった。さあ体力が限界の中、彼らは最後まで完走することができるのであろうか。今現在時刻6時半ですね。ほとんど休憩してないから一旦休憩休みたい。見てこれ、もう美しいビル群だ。そんなさ、ソールがさ、ぺちゃんこの靴だからだよ。しかもこれ中古で買ってさ、ほぼそこでも、バンズは足の裏がね、薄いから付け戻しやすいです。歩く靴で来いや、今日ぐらい。これちょっと待って、築地を突っ切ってちょっと海の方に行ってる。ちょっと分かんないんだけど、レインボーブリッジの向きを見てきっと分かるんだよね、普通の人は。分からんのよ。これきっとなんかあるよね。なんかさ、ね、ディズニーの線なのかな、このライティングみたいなのさ、スポットライトがさ、ある出てるんだよ、うっすら。あー、なんか分かるかな、ここら辺に。もしディズニーなんてしたら、やっぱりこれらを呼んでる。ワンチャンある。前もさ、橋あんじゃん。あれの橋の青の光の錯覚でどういう風に見えてるのある。青いやつ立ててね。そうだね。絶対これじゃん。全然違ったわ、絶対この橋だ。残念、東京タワーや。普段さ、俺らはさ、車とかで行くとさ、向こうの中のさ、道路通ってるじゃん。そうだね、だから道ってめっちゃ馴染みないんだよね。馴染みない。見て、でも豊洲があるから、豊洲までね、分かれば。そこまで行ったらさ、京王線がと出会えるわ。とりあえず豊洲に向かって新木場に行こう。豊洲まで行ったらラストスタートだ。あー、足が死んじゃう。あー、疲れた。足が、もう足がね、もうあの時は境にさ、急にさ、ゲージがさ、ぐんぐんぐん。やばいやばいやばい。これね、カメラでは伝わらないかもしれないけど、やばいよね、足。今7時5分ですね。10時間歩きましたね。もう最初ね、ちょっと早めに着いてホテルでゴロゴロしたいぜとか抜かしてたのにね。よし行こう。いやもうね、ここまで来たらね、回避より買うことを優先する。ルーレットタイムラ、久々の。頼む頼む頼む、お茶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 。アイスコーヒー来た。アイスコーヒーです。アイスコーヒー、カフェインで眠気を覚ましつつ。眠くはないんだよな。こういうの見つけてしまった。越中島あるよ。越中島、越中島は京王線来た。あとちょっとだ、頑張れ。できるできる、君ならできる。あー、できるできる。 Hey look at Sky Tree Fuck。あー、くそ、こういうのが一番立ち悪いんだよな。ストリアさん、やりましょう。いけ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 。頼む、弁当だ、弁当だ、やだ、弁当だ。釣り足りだけはやだ、釣り足りだけは。イエーイ、なるほど。選ばれたのはプロテインでした。ララポート豊洲。足がね、やばいことになってるんですよ。やばい、バチ痛、骨折レベル。翔太くんの足がちょっとガチでヤバそうなんだ。ここまで来たんだ、必ずたどり着こう。頑張れ。まだ全然新木場ついてないんだけど、なんかあとね、7割ってとこでえげつないぐらいの辛さを感じてる。太ももがもうパンパンだわ。はぁ、嘘ついた、バカらしいて。大丈夫か。ヤバい、何時間経ってんだよ。新木場着きまして、時刻が10時。やばい、予想以上の時間がかかっている。いや、豊洲まで行ったら秒だと思ったんだけどさ。そうだね、こっからあと2駅、もうね、限界はとっくに超えてんだよ。俺も両足異常2駅すると両足の太ももがブリンブリンって。いやもうね、太ももも、ふくらはぎも足の裏も全部もう壊れかけてる。だけどもうここまで来たのに ねやめるわけない、諦めるわけにはいかないからね。頑張りましょう。あそこだよ、これやばい、ズームしてこんなんだから。もうあとちょっとで葛西臨海公園だ。あー、見てあれ、絶対そうだよ。でもあれ、おじさんの家とか、おじさんの家、
やーお役見ました東京ディズニーリゾート。なんかねもうちょっとしんどくないと思ってた俺。きついきつい。精神統一してます。この坂に挑むのにここが上がったらディズニー見えるって思えばなんかすっげー気に出てくるわ。なんかもう壊れ始めた。あー千葉県見てください、あの文字。旧江戸川を渡り切って千葉県に突入した。もうねあそこ前浜駅、あそこ前浜駅なんかもうもはや分からんっていう。いやもう本当にそこで、本当にそこ、もうあそこ改札だもん。反対側に出る、あっち、あそこ、あそこです、あそこあそこ行けば勝ちなんだよ。うわもう知ってる場所。気合いで気合いで見ましょう。Rock around the park. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just stand? バルバリアよ。着いた。マイハマイク。これも倒れそうなんだけど。はいでは。はい。開始から。15時間と34分武蔵小杉駅から舞浜駅まで完走しました。長い、いやーやばい、足が痛い、頭も痛い、喉が乾いた。本当に死んじゃうかと思ったよね。一歩がさ、こうだった。本当にあのね、豊洲あたりから本当に地獄だった。新木場からさらにやっとたどり着いたと思ったらそこから約2時間30分ずっと真っ直ぐで景色が変わらない道をね。マジでやばい、やばい、達成感がすごすぎるよこれ。本当に感動と友情だったね。一人だったら絶対ないもんね。絶対一人だったら無理だった。靴まで交換しね、靴までね、翔太がの足がバチバチにクソっていうねはい、武蔵小杉から9時からスタートして今やっと歩いてたどり着きました。歩いてきました15時間15時間半夜も朝の9時から朝の9時からかけて頑張ってたどり着きました。だってあの箱根マラソンじゃあるだよ。5時間ぐらい時間